よう、よく来たな、キリト。人海和平使節団。早速だが、俺と交渉の席に着きたいなら戦ってもらおうか。イスカーン、そう呼ばせてもらうよ。一つ尋ねたいんだが、一対一とかじゃなくて、こいつら全員と戦うのか。ああ、俺たちに和平賛同派になってほしいんだろう。それなら全体を納得させてくれなきゃな。俺がギルドの王者になったのも、みんなに実力を認めさせたからだ。その意味わかるよな。言ってることはわかるんだが、それにしても数が多い。これでも厳選したんだぜ。うちは血気盛んなやつが多くてな、なるべくちゃんとした試合ができるやつにした。やりすぎるやつは相手を殺しちまう。殺し合いと試合は違うからな。そっちが殺し合いをしたいっていうなら別だが。いや、それなら戦争と変わらない。俺たちは戦争を止めに来たんだ。殺し合いはごめんだよ。今日も話し合いを前提にやってきたんだけど。悪いが、こればっかりは曲げてやれねえ。俺に見せてくれ。お前らは俺たちと並び立つ力量があるってな。剣闘士ギルド、構え。キリト、相手は試合だと言っています。剣を抜いたとしても不殺を心がけて戦う、その技術はこちらにもあります。正々堂々と戦いましょう。きっとそれが彼らへの一番の説得方法です。分かった。人海和平使節団、構え。いい顔だ、いい闘志だ、ゾクゾクするぜ。勝負だ、人海人。Yeah!
人界の戦士は一人一人が一騎当選の強者とは聞いていたが、これほどとはな。いや、こっちも驚いてるというか呆れてるよ。剣と拳なら普通ひるむだろう。もう無理。まだやるの？ちょっと休憩しましょう。ヘトヘトです。お水をください。知らぬ水を。むしろ向かってくるし、何度も立ち上がってきちゃうんだもんな。最後の方、もう立ち上がらないでって叫んじゃってたもんね。剣闘士ギルド元気良すぎ。でもこの人たち戦ってて心地いい。もっと切りたい。まだ続けてもいい？いやいやいや、シェータさん、これ消耗戦になるとシャレにならない。もうやめよう。本当に人死にが出る。俺もそっちの女の戦い方は好きだぜ。他と違ってひるみがねえからな。ずっと戦いてえが、キリトの言う通り今日はしまいだな。うちが負けなのは見りゃわかる。じゃあ、ああ和平の話し合いを。宴会の始まりだ。キリト、正直なところ俺は戦える場が欲しいだけで、和平だのなんだのにはあんまり興味はねえんだ。でもお前らみたいな強いやつが人界にはゴロゴロいて、そんでこれからそういうやつと戦える機会が増えて、終わった後にはうまい飯が食える。そういう未来なら俺は興味があるぜ。いいっすか。頑張れよ。俺以外にあっさり負けるな。あ、負けないさ。あとよ、あの女の名前もう一度聞かせてくれねえか。ん？黒髪の遅い女。おう、シェータだ。シェータか、いい女だな。ん？おい、まさか。な、なんだよ。いい女だろあいつ。よし、剣闘士ギルドの協力を取り付けた。一度オブシディア城へ戻ろう。報告ご苦労。しかしイスカーンを下したか。さすがに驚いたぞ。あくまで試合だったからな。命のやり取りだったらどうかわからない。かなり譲歩してくれてたと今は感じてるよ。ドルシー。あ、はい。引き続き
人海和平使節団の護衛を続けろ。誰にでもこの任務を任せられるわけではない。いいな、任せたぞ。はい、シャスター様の部下として恥じない行いをいたします。ずいぶんとでかい面で往来を歩くようになったじゃないか。お前はあの時の、お前知っているか、こいつの母親はお前たち人海の騎士に撃たれて死んだんだ。無残にもな。人海の方がいる前でそのような話はやめてください。へえ、親が殺されてるのにその態度、すっかり人海側になったんだな。そんな、召喚は和平のために。おいおい、人海側も迷惑だろ。お情けで仲良くしてもらってるだけだろうさ。違いない、ドロシー、お前に居場所なんてないんだよ。まだわからないのか。暗黒騎士団も早くやめてくれ。目障りだ。お前が住めるところがあるとしたらそうだな、禁断の恋なんて薄ら寒いことした死んだ両親がいる場所じゃないのか。我が母と父を、死者を貶めるようなことは許せない。表に出ろ。ああ、表に出ろよ。人海と暗黒海が組むとどれくらい強くなるのか味わわせてやるよ。戦闘開始。ここで決める。かかってください。よし、戦闘だ。いいのか、あいつらシャスターに突き出してやればいいのに。いつか彼らにも認めてもらいたいと思っているので。それよりもベルクーリ殿と召喚の母のことですが。あ、いや、それが実は知ってるんだ、二人が話すのを聞いてしまって。そうでしたか。大丈夫です。召喚とベルクーリ殿の中で母さんのことはもう決着がついているんです。あのベルクーリ殿、人海でサライが上等な捕虜扱いをしてもらえたのはあなたの配慮だと後で聞きました。ありがとうございます。
ああ話はそれだけか。いえ、あと一つだけ。長い命を生きているあなたに尋ねるのは愚問だとは思うのですが、騎士ベルクーリが戦った中に女性の暗黒騎士でエリシバと名乗る者がいた。覚えて。一騎打ちを挑まれた。俺も相手も名乗りを上げた。嬢ちゃんの名前を聞いた時点で分かっていた。母親か。はい。手強い相手だった。死に水は俺が取った。最後にドロシーと言っていた。だから俺は嬢ちゃんが誰か分かっていた。黙っていたことを謝る。嬢ちゃんは敵討ちをしてもいいと思うぜ。今からでもやるか。これがベルクーリ殿と話した全てです。ドロシーはそれでいいのか。敵討ちをしない召喚は親不孝でしょうか。いや、そんなことは。騎士ベルクーリ殿を召喚が手にかければ他の聖豪騎士たちが黙っていないでしょう。早晩召喚は殺されます。そしてこのまま黙っていても君や同僚の騎士にそれでいいのかと問われる。みんなが言うことを全部は聞けない。召喚はただ母に父に恥じない生き方をしたいだけです。そしてさらにあの子が笑顔でいられる未来をあげたい。ドロシーは頑張っているよ。偉いよドロシー。はい。コップの中にあふれ返りそうなほど水が入ってる。でもこぼしちゃダメだから絶対にこぼさない。こぼしたら誰に何を言われるかわからないから。無理して笑うドロシーがそんな風に見えた。天幕がある拠点に戻ろうか。シャスターにも報告は済んだし、みんなと次はどう動くか話さないとな。サライを見ませんでしたか。そろそろ孤児院に連れて行こうと思って。あれ、確かあの二人と外に行きましたよ。あの二人。なんかいまいちだったな。俺たち何がダメだったんだろう。一緒に遊んでくれる人足りないからかな。ログが犬のログでしょ。メディナが猫のメディナでしょ。今回のおままごとの敗因は配役のせいだろう。なぜ2名もいてどちらも動物なんだ。さあ、この遊びはサライが全部決めるから。俺が犬っぽくてメディナ姉ちゃんが猫っぽいから。当たった。俺はワンって言ってるだけでおやつもらえて嬉しかったけど。
私はきついものがあった。この年でおままごとに付き合うのもつらいが、にゃーしか言えないのもつらい。ああ、遊んでもらっていたのですね。ログ殿、メディナ殿、ありがとうございます。朝、サライ、そろそろ皆さんに挨拶をして孤児院に戻りますよ。どうしても戻らなきゃダメ？ドロシーはサライと一緒だと嬉しくない？嬉しいに決まっています。あ、でも君を守ることの方が大事です。召喚たちといると荒ごとに巻き込まれます。まあいいのか？サライは孤児院に馴染んでないんだろ？いじめられてるって。あ、そうですが、しかし孤児なんてどこにいたって同じじゃん。それならここにいてもいいんじゃないの？ダメなのか？俺も孤児だったけど、どこにいるかより誰のそばにいるかの方が大事だったよ。ログ、ドロシーとサライを襲ったのは和平反対派だと聞いたが、この子を遠ざけて襲われない保証はあるのか？悪意のあるものならさらって人質にする可能性もあるのでは？せめてことが落ち着くまでは目の届くところに置くべきだろう。幸いこの拠点には私たち人界の者が多く出入りするし、海南が常駐している。むしろ一番安全だ。子守は契約の中に入ってなかったんですが、まあつけてもいいですよ。請求書は回しますね。そんなこと言うなよ海南。将来人界との交易で見込めるお金がたんまりあるんだろ？そりゃガッポガッポ宮殿が建つ予定ですわ。じゃあこの分の借りはいつか精神的に返すということで。もうキリトさん仕方ないですね。あ、精神的だとお金もらえなくないですか、キリトさん？ねえキリトさん。あの、しかしやはり皆様にご迷惑が。くどいぞ。幼い子供を庇護者から離し、見て見ぬふりをしろと言われる方が迷惑だ。落ち込まなくていいよドロシー。メディナ姉ちゃんのこれは通訳すると、サライが心配だ、私たちで守るぞってことだからな。ログ、メディナのことだいぶ分かってきたな。へへ、俺はキリト兄ちゃんの弟分だからね。むむむ、ムカつく。二人とも勝手に私の心を訳すな。ドロシー、俺も今サライを手放すのはなんだか危ないと思う。もう少し一緒にいよう。見守るくらいなんてことないよ。人界の皆様がそう言ってくださるなら。やったー、サライここにいていいの？おう、好きな人と離れるのは辛いからな。よかったなサライ。うん、よかった、みんなありがとう。もうサライったら。キリトさん、剣闘士ギルドから闘技場の招待券をいただきましたよ。これは有効の証かと。一度行ってみますか？そうだな。剣闘士ギルドとはいい関係を保ちたいし、顔見せがてら行ってみるか。闘技場でどんな戦いができるんだろう。
準備万端、いつでも行けるよ。悪い、待たせたな。お兄ちゃん、多くの女の子、レンジュさんからもらった木彫りの腕は持ってる？必要になるかもよ。持ってる。今一瞬、あれどこやったっけって顔したよね。してないしてない、見ろ、キリッとしてるだろ。よく言うよ。もう聞いといてよかった。もらい物なんだから雑に扱っちゃダメだからね。じゃあオーク族の領地に行こっか。待て、これより先人族を入れることはできない。俺たちは人界から来た和平施設団だ。ここを訪れることは族長のリルピリンも把握しているはず。確認してくれ。あなたたちは。あ、君はレンジュだったか。久しぶり、元気にしてたか。ええ、あなたたちも息災のようで、また会えて嬉しいわ。姫騎士様、どうしてここに。それにゴイズラは人族ですよ。なのに親しげに。兵士たちを慰労する巡回の最中よ。通りがかってよかった。彼らが以前話していた私を助けてくれた方々です。キリト様、友好の証明を。私が差し上げた木彫りの品、まだ持っていますか。おお、姫騎士様手ずから作った腕輪だ。本当にオーク族は助ける人族なんていたんですね。失礼しますだ。族長はまだ帰ってきてねえんです。怒って外に出たきり。実はあれから人族の者が多くの若い娘を見つけては嫌がらせをする事件が起きていて、痛めつけて服を剥ぐんです。そして道端に捨ておいて。ついさっきも被害を受けた娘が見つかって、リルはそれで大激怒、人族を殺すと宣言して、そして戻ってこないのです。ひどい。私たちもリルピリンを探す手伝いをさせて。心配だよ。リルって呼んでるってことは、きっとあなたと仲がいいんだよね。はい、小さい頃から親しくしている幼なじみのようなもので。じゃあ探してあげなきゃ。友達きっと待ってるよ。私たちと一緒に探そう。
あ、